こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。先日の国連演説で終戦宣言をし、アメリカから完全に呆れられているムンジェイン大統領ですが、ポンペオ国務長官が訪韓すると見られています。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。マイク・ポンペオ米国務長官が来月初めに韓国を訪問することが確認された。政府消息筋は23日、ポンペオ長官が来月初めに訪韓するものと聞いているとし、10月7日から1泊2日の日程が有力だと明らかにした。また別の消息筋は、ポンペオ長官が菅義偉日本新首相に会いに日本に立ち寄る状況で、韓国にも訪問すると説明した。韓米当局は現在ポンペオ長官随行団の規模と具体的な日程を調整中だという。ポンペオ長官は昨年6月、ドナルド・トランプ大統領が北朝鮮の金正恩国務委員長と面会する際に同行し、2018年10月の第4回訪朝後、韓国を訪れたことがある。ポンペオ長官は訪韓時、自身のカウンターパートであるカン・ギョンファ外交部長官と会談し、ムン・ジェイン大統領を表敬訪問するものとみられる。特に韓米外相会談では、防衛費分担金交渉をはじめとする韓米同盟の懸案が話し合われるものと予想される。また北朝鮮の核問題を含めて、朝鮮半島情勢と11月の米大統領選挙以降に延期された主要7カ国 G7 首脳会議に韓国を招待することなどについても協議するものとみられる。しかし訪韓期間中にポンペオ長官が北朝鮮側と会談はしないという。ある消息筋は、ポンペオ長官が訪韓期間に北朝鮮側関係者と会う可能性は極めて低いとし、今回の訪韓は米中間の葛藤状況で韓国を引き込もうとする目的とみられると述べた。ポンペオ長官の立場では、ますます激化する米国と中国間の対立に対する米国の立場を説明し、韓国の支持を要請する可能性も高い。特にポンペオ長官の訪日を契機に、米国、日本、オーストラリア、インドのクアッドと呼ばれる4カ国外相会談が開かれるものとみられ、注目される。これに先立ち、日本の共同通信は複数の政府筋の話として、4カ国の外相が10月に東京で会うとし、ポンペオ外相が菅首相とベッドに会談すると報じた。米国はインド太平洋地域の多国間協力強化が必要だとし、北大西洋条約機構 NATO を基準に掲げ、クアッドを一種のスタート地点として提示していた。クアッド外相会議では、中国牽制のための協力強化案が模索されるものと予想される。共同通信は政府消息筋の話として、4カ国の外相が自由で開放的なインド太平洋維持の重要性を再確認するものとみられると伝えた。これと相まって、韓国への参加要請も高まる可能性があり注目される。4カ国の外相が最後に会ったのは昨年9月の国連総会の契機だったと同通信は付け加えた。それではネットの反応です。 4.15 不正捏造選挙の調査報刊。ムンジェイン、眠れないね。正気ではないな。不正選挙ってどういうことだ。さらに、なぜ不正選挙の調査を米国がするのか。呆れる。米国がそれくらい見てくれるのなら、仮にも同盟国なら、当然米国と共に自由民主主義側に立ち、共産主義中国と対抗して戦わなければなりません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。